はい、始まりました給与明細チャンネルです。毎日投稿してるのでよかったらチャンネル登録もお願いします。今回は貿易関係正社員2ヶ月目の方の給与明細書を入れ、いただきました。仕事内容は日本で鉄を仕入れて海外に売る仕事、仕事に必要な資格やスキルは特になし、月の勤務時間が160時間で残業なし、月収35万、年収420万となっています。で、給与明細です。基本給35万で、通勤手当2万7010円で、総支給37万7010円、そこから控除が6万3459円引かれて、手取りの金額31万3551円となっています。で、この方の仕入れたりして売る時のやりがいが、為替の変動が楽しいそうです。で、その変動を見て入れたりしますとなっています。で、仕事に対する不満が海外のバイヤーとの取引で時間帯が違うので難しいとなっています。確かにあれですね、海外の人と取引するんでやっぱ距離があると時間帯も違うんで、そういうのは難しいのかなって思いました。で、しかも2ヶ月目の方なんですけど、総支給37万もらえてるんで、鉄って海外と取引したりしたら案外結構いいお金になるんだなって思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。